こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日はですね、私にしては珍しく有名製品を取り上げます。まあ日本でもかなりポピュラーで、まあ、誰もが知ってると言ってもいいでしょう。キリンのボルビックですね。なんでこれを取り上げるか、今日取り上げようとしたのかと言いますと、ラベルが変わったからなんです。まあ、今これ原稿が映ってるのが原稿品ですね。今スーパーとかで並んでる。ただまだ以前のラベルが売り場には残ってます。ちなみにこれですね。このラベルもですね、その前のラベルから変わってそれほど僕は立ってないと思うんですよ。なのにこちらの方に変わりました。まあお金があるとこはね、デザインの変化とかも、デザインを変えることとかもまあ頻繁にできますし、キャンペーンとかもどんどんやれますんでいいですね。このボルビックについてはもうあえて言う必要もないだろうと。まあいろんなところで誰もが買えて、まあ自販機でも買えるし、コンビニでも買えるし、まあスーパーでもたくさん並んでるっていうことで、まああえて説明もいらないだろうなと。買って飲んでみてくださいという感じですね。ちなみにまあこれ1リッター、右から1リッター、500ミリリッター、330ミリリッターってありますけども、まあ、この上にも大きいサイズがありますから、まあいろいろ人の必要に応じて、買い分ければいいんじゃないかなと思います。まあ私もこれ結構よく飲みますけども、大手製品の中では、外国製品の中では一番飲むがこれと、まあ、ドイツの、まあ、札幌扱いのゲロルシュタイナーをよく飲みますね。大変飲みやすくて美味しい水だと思います。じゃあこの辺で今日は。